はい、というわけでどうもチーズ&ミラーからこんにちは、ウルです。それじゃあね、今回もマリオカート8デラックスやっていきます。てかこれすげえね、看板もちゃんとミラーなんだ、右側でも左側は判定してないんだけど、どういうこと。いや判定してんな、あれすげえちゃんと看板判定すんだね。ミラーとかの看板読みづらくて仕方ないね、読みづらくて。違う、てかミラーの右でミラーのチーズ&で誰も得せんよ、誰も得せんって、ほんと誰も得せん。俺も得しねえし、走ってる人みんな得しねえ。やべ、この人緑コーラ持ってる、離れとこ、ちょ俺離れとこ。あいつ、なんでそこに的確に入った、俺そんな的確に入った2個アイテム取ろうとしただけじゃないですか。カトリーヌ、カトリーヌ、お前カトリーヌ覚えとけ、カトリーヌ、カトリーヌ&デボ。やべ、ここちょっと待って、いいね、危なかった。さあこれで回避しておきまして、これダッシュからの OK、 さあ飛びましょう、 OK、 いいですね。さあミホがいますね、私これキノコ持ってんで、ね、ポーンと行きまして、さあからのダッシュオブザイヤー、 OK ですね。さあ一気に帰ってまいりました、さっきの遅れを取り戻してきて。さあセブレスターみたいな名前の人がいますね。さあ私それ怖いですね、あの人、あの人スパクラ持ってますね。さあどうしましょうか、これキノコ使いましょうか。いやキノコ使った、それ以前の問題、 OK、 まあそれでいいでしょう、実質ね、実質的にはそれで良かったのではないかと私思っております。私なんかそれで良かったんだよ、結局これが一番良かったんだよ、これが一番良かったと私は安堵しております。さあこれでこのコーラ抜きたかった、抜いて、あぶねえ、あの人緑コーラで俺を制限しに来た、危ない危ない危ない。さすが性格の恥だったのね、お前は性格の恥なんやで。さあこれ前が見えません、やばい、いけ、越前、危ない、クソやらない、越前、越前龍馬、オッケー、ナイス、越前、エッチ、クソエッチだね、エッチ、クソ越前龍馬、クソやるな。いや今の遅れだいぶ効くぞ、だいぶ後半に効くね。でもなんか抜かれないね、でも青コーラ来そうなんだよな、そろそろ青コーラ来そうじゃない、そろそろチーズランドの俺が1位取れるわけねえんだよ、みんな、俺がチーズランドなんかで1位取れるわけねえんだ、知ってんだ俺、知ってんだ俺、知ってんだよ、ここの教師校名はよってわけで、実はダッシュしていきまして、うん、いかちゃん、うん、ここでサンダーまた来た、あれ2回連続じゃなかった、後ろがなんか来てんだけど、え怖すぎ、え抜かれたんだけど、クソヤマハ、ヤマハ音楽はさすがにやるな。いやこれ2個アイテム取れなかったら仕方ない、ここは1個アイテムだけ、これということはこれあの人に抜かれるというわけでは、あこれいいですね、キノコ、キノコ、おーナイスオブザイヤーを受賞してる、ナイスオブザイヤー、本当にそれはナイス、本当ナイス、ウルトラマンナイスだわ、さすがにナイス。さあこれどうしましょうか、これんであいつ持ってたのがキノコ、しかも使ってそれを脱出したのか、あいつうますぎゴリラ、あのゴリラうますぎ、なんて名前の人なんだろう、ちょっと、ね、お前名前は、出身はクイーンズブルックリンだ。まあ3位でいいでしょ、初手3位なら十分よ。さああの人何よ、誰よ、あなた誰です、ゲンタダリゴス、あなたのお名前なんての、ヤマン、いやヤマンやるね、今のは馬ヤマンだったわ、馬ヤマンだわ本当に。いやチーズランドってのもあったからね、俺みんな新潟でチーズランド3位取ったんなら、しかもミラーだぜ、これはさすがに褒め、なんでスタートダッシュタイトルミスった18号18号人造人間ですけど、あの嘘、人造人間の質疑も結構ミオ似てんな、おい人造人間じゃん本当に、まんま人造人間だぞ今、まんま人造人間いるとは思わなかった、うまどれヤマンか今の、いや違う、18号か、18号デイジだったよな、18号デイジだった、あの骨くっぱ誰です、あんたイカ人、なんか今回女性率高いな、今回相手の強い、なんで止まったの、なんで止まったの、教えてほしいよおじいさん、おじいさん、俺おじさんじゃない、おじいさんじゃねえよ、おじいさんじゃねえよって言えんです、ツッコミしたわ。さあこれちょっとカーブしていきまして、ここでカーブして、おい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 、モンモンしてきたわ、モンモンしてきたわ俺、さすがにモンモンしてきたわ今日サンダー来るって高くないみんな、やべ、後ろに18号、後ろに18号いるんで気をつけましょう、人頭人間いますね。さあモンモン、おいモンモン潰れろあモンモンしてきたぜモンモン。さあお前次、お前が食らうんだよ、お前が食らえ、さらばじゃ、あ俺の時代だ、俺が時代がお前を選んだんじゃね、時代が俺が作るんだよ、俺が時代を作るんだよみんな、俺が時代を作る、そのために俺は生きてきた。さあやっていきましょう、頑張りましょう。さあこれでコインでボム兵ですね。さあこのボム兵どうしましょうか、来ちゃった、これにブレーキ、オッケー、よしょ、うわっ、ちょ当たってこないでよ、ちょっと悪かったって、ああ、いや散々だね俺ら何今の無意味な争い、今無意味な争いしたって、絶対無意味な争いしたって、お互いに急に止まったの、青コーラ譲ってやろうかなって思って、ヤホホって言ってた、痛えな、ジャンピエール・ポルナレフ、さすがにジャンだなあいつ、ジャンピエール・ポルナレフやばい、ジャンが怖い、ジャンいい加減にしなさいよ、ジャームザハウスネイルとか飛びましょう、OK、ヤマすげえ飛ぶな、あいつヤマ失敗してんな、ヤマいっぱい失敗してんな、これダッシュからのダッシュだ、抜けー、イカ人にいた、あ抜けてないな、いやこれは完全に墓穴掘ったね、こあそこでむしろ青コーラ譲らなきゃよかった、俺あそこで普通に食らっとけばよかったわ。
いやー、イカイトしかもお前やっぱ抜かれてんじゃねえか、やっぱり。俺とイカイト無意味な争いしたなぁ。もんもん、肩身狭そう。それだけココナッツモール選んでなかったもんな。じゃん、お前か、7000レート。通りで。通りで、じゃん。俺に殺意あるわけだわ。じゃん、やっぱ殺意あるね。さあ、というわけで、ココナッツモールでございます。出ました、あの無感情で拍手してるやつ。あの無表情で拍手するやつ怖いんだよな。あいつ怖いんだよな、非常に。3、2、OK。これ多分、スタート出し成功。OK。いいね。完璧ではないな。完璧で、もうちょっと早めでよかったのか。で、これで、あー、アイテム取れなかった、今の。で、これジャンプアクション OK。さあ、私今回頑張り。危ねえ、危ねえ、危ねえ。さあ、これで、おい、どういう飛び方、どう、こういう飛び方でいいんだ、ここ。すごいね、ここ。で、これで、カーブしておきまして、ブレーキドリフト OK。さあ、イカヒト邪魔だな。ありがとう、イカヒト。ありがとう、ありがイカヒト、ありがイカヒト。さあ、これどうしましょうか。バナーナ、オーバーナーナ。ドンツツ、ドンツツ、ドンキーコングです。さあ、行きましょう。で、こう、私こっち行きまして、コイン最初取りたい感あるな、でも。最初にコイン取りたい感ある。これだとそんなコイン取れねえかな。意外とコイン、でも1だが取れるっちゃ取れるが。意外と1だが取れるっちゃ取れるかもしれない。さあ、これ赤コーラが2個来ても大丈夫。OK。さあ、大丈夫。行きましょう。さあ、これでカーブしておきまして、いいですね。さあ、後ろがどう来てる？さあ、カトリーヌ来てますね。カトリーヌデボン来てますね。さあ、さあ、これで、ダッシュジャンプからの、これで、ジャンピンからの、それカービー、OK。あー、ちょっと今ブレーキ入ったな。まあまあまあいいでしょう。まあ、それでも後ろから青コーラ来てないんで、ゆっくりじゃんじゃん行きましょうやーっていうわけで。じゃこれちょっとブレーキ踏みつつ、OK、OK、いいよ。うん、コインできれば回収してきない。俺にそんな技術は求めてはいけない、みんな。俺に技術を求めてはいけない。うわ、青コーラ来てんねー。まあ、これしかね、食らおう。甘んじよう。甘んじましょう。こういうの甘んじましょう。こういうの甘んじるってことが大事。OK。で、これコイン使いましょう。OK、コイン使います。OK。で、コイン使うことによってすぐリカバリーダッシュできて、しかもこれ2個アイテム取れる。完璧だ。素晴らしいぞ。さあ、後ろがキラー来てます。さあ、これどうしましょうか。一回コイン取って、さらに緑コーラ OK。 完璧、コイン10枚。防御体制は完璧だ。さあ、あとは俺が逃げ切るだけ。あとは逃げる。やべ、スター来てんな。おぶね、誰だお前。あいつあれじゃね、あいつあれだ。誰だお前。ゴリラゴリラ4丸。クソくれ OK。 よし、あれ投げといたんだ。あれね、あいつ当たるはず。 OK、 行きましょう。追い打ちのナイスナイス。赤コーラ今、ちょっと待って、嘘、このタイミングで、あ、ちょっと譲りたい、譲りはぁ、先駆、ちょっと待って、これはまずい。この状態で食らうならさすがに効いてない。やばいな、さすがにその状態効いてないな。じゃあ危ねえ、ちょっと俺イカスミ剥がれるの早いな。でこれちょっと剥がしといて、OK、どいけといて、さあ、これちょっと上から行きましょう。いや、ちょっと今の上から行くのはちょっと悪手じゃら、リンゴだったが、まあ上から行きましょう。あれ、なんか、なんだ、何が起きてる。プーチンプチプチいますね。さあ、これちょっとどいといて、そう、どうしましょう、これ。うぉ、ちょっと、どういう状況だ、争いすぎ、ここ争いすぎ。ジャンピエール・ポルナレフ。さて、ジャムじゃなかった、ジャム・ザ・ハウス・ネイルじゃなかった。ジャンが強いんだよな、ジャンピエール・ポルナレフ。俺行くぜ。確かにそのジャンピエール・ポルナレフである。これはある意味ジャンピエール・ポルナレフであるんだが、それ多分ウロジョジョの方のポルナレフなんだよな。ウロジョジョの方のポルナレフ。さて、これコイン返して OK。 さっきゴリラに恨みあるんだよ、私。さっきゴリラに恨み、これは恨みあるね。ジャンか投げたの。俺じゃあ落ちてきてんじゃん。俺たちどうあれだもんね、一心同体だもんな。さあ、ジャン仲良くしようぜ。さあ、ジャンと仲良くしていきましょう。で、私はなるべくコインを取っていきたい。なるべくコイン、クソゴリラが。暴言、果てしない暴言だったらごめんね、みんな。ごめんね、こういう暴言があるからダメな気が。あららあららあら、みんなで前で争ってと思ったらもんもん食らってね、あいつ。見聞色極めてやがんな。さあ、これどうしましょうか。うん、昨日から取っときたい感あるよね。だからこれでカーブしておきまして、これさらにダッシュからのカービングオブザイヤルジャッシュオブプレイ。なんつった、今俺なんぞ落とした。ダッシュオブレイっつったよな。次発よかった。危ね、ファイアフロア当たりそうで当たらない。そんなご時世でもございました。さあ、これコインを取りつつ OK。 後続でコイン回収大事だよ。友蔵心の俳句というわけで頑張っていきましょう。さあ、これでダッシュ。さあ、これでダッシュからのダッシュ OK。 さあ、これジャンプ OK。 よく返したよ、よく返したよ、今のよく返したよ。アキラ 100% いるよ。さあ、これどうしましょうか。バーカ、うおー、今どうなった、今何がどうなったかよくわからんが、な、クソ、セブン、それ俺か、危なかった。セブン、オッケー、危なかった。朝から何、メロメロ、多分、うーん、これ俺だね、仕方ないね。もう赤コーラと青コーラと、なんかいろいろ、コイン1枚ってひどくないですか。さすがにコイン1枚ひどくないですか。俺落ちたんですけど、その後順位、俺その後順位落ちたら、これ抜かれるじゃん。これキノコ持ちにいっぱい抜かれるじゃん。ごぼう抜きって感じで抜かれるじゃん、こんな。知ってるんだぞ俺。さあ、これ、このアイテム、くすべてをかける。オラのくすべてはこの拳にかける。弾き返
描いてくれわ。くたまれよ。お前はくたまれ純粋に。もうこれ使おう。もう使わずにもったいない。使わないのが一番もったいない。さあこれダッシュ。追いつけねえんですが。みんな。追いつけなすびなんですが。これどうしましょうか。なんでお前なんだよ。しかもコンパみじんされたじゃん、あいつ。うわ、最悪。お前じゃねえだろ、絶対来るのに。たける。あ、ヤマンが。ヤマンでも無敵だった。くそー。これはね、負けだね。私の敗北というわけだね。さすがに。ツルツルになるで。というわけで、頭ツルツルツイスターでやっていきましょう。ウルです。それじゃあね、ツルツルでやっていくぜ。何言ったか自分でわかんねえや。もう自分でも何言ったかわかんねえや、みんな。さっきのもう乱戦、もう俺は乱戦を修羅場食いねって通信エラー起きてあれだからね。一回部屋変えたからね、また。カズトシいるんだよ。しかもカズトシすごいんだよ、みんな。カズトシすげえんだ。あれなんだよ。初期タイヤで、あそこに、ここに来てんだぜ。初期スタンダードタイヤでここに来てんだぜ。俺、尊敬しちゃったね、あいつに。あいつちょっとね、惹かれちゃった、あいつに。あいつ、カズトシはすげえと思う。これでカズトシ高順位取ったら俺もう、俺1位だ。カズトシすげえなと思うわ。カズトシに俺憧れ持ってね。さあ、これで赤コーラとか来そうだけども、正直もっと来たいよね、キノコは。正直あれだったら、あれじゃん、あれなんだっけ。あれですよ、あれですよ、あれ。出てこないなぁ。まあ、というわけで出てこないんで、私は普通にこれ走っていきましょう。さあ、私はこのショートカットできる自信がないので、まあ、これは、おっと。私赤コーラ来てそうで来てませんでしたね。さあこのキノコどうしましょうか。青コーラ用に取っときたい感はあるけど、まあどうせなんかね、そういう時かけて青コーラって来ねえもんだから、みんな知ってる。青コーラって攻撃期待してる時にかけてあいつ来ねえから。あいつ所詮はね、ゴミ野郎だから。こういう時にかけてね、あー来るんだろうな、来ねえんだろうなと思って、ほらね、先に来るのは赤コーラ。さあ完璧ですね。さあ2連ですね。しかもさあこれお互いに潰し合ってますね。ちょっと潰し合ってるのちょっと情けないですね。このご時世一番ダメなのは潰し合い。これ教訓ですよ。これ教訓なんで教えておきましょう。イカスミ邪魔。イカスミこれで前にバナナあったらお前資材だからな、本当にゲスト。お前ゲスト好きだけど俺お前資材にするからな。お前資材するぞ、本当に。ちょっと待って。ユウカ食らってくんない。ユウカ食らわないよね、さすがに。オッケー、ユウカ食らわないね、さすがに。でもこれ青コーラ来てくれたユウカに食らうよ。ユウカに。でもユウカキノコ持ってるか、あの感じ。ユウカ、いや違う、キノコじゃねえな、あれだ。でもあいつアイテムそれのことだったな。そういうことはあいつアイテム1個のはず。それここで赤コーラが出れば完璧。いや、コインでした。くっそ、一番いらねえな、キノコって。一番いらねえぞ、キノコ。どうしてくれんの。ちょっと待って、あいつどうしようか。これちょっとコイン使うか。あ、青コーラ来てますね。青コーラ来てますね。さあ、ゆうかくん、食らおうか。ゆうかくん、食らおうか。俺に食らうんかい。俺が食らうんかい。これ先、ちょっと待って、後ろから投げて。危ねえ。嘘、俺、あ、俺じゃなかった。スターダストドラゴンだ。俺だな。くっそ、後半からの赤コーラウンがねえな。後半の赤コーラウンねえな、俺今日。また俺かも。危なかった始末でございました。さあ、これ避けまして。グッバイ、オッケー、グッバイ、オッケー。さあ、これ、当たんないか。当たんないで、仮に俺に、当たり。バナナ女、危ねえ、バナナ、バカな。赤コーラ来すぎだって。ふざけんなよ。あ、カズトシ、クソ、後ろにカズトシいた。いや、不甲斐ねえ。いや、純粋にひどくない何が、ほとんど赤コーラじゃねえか、このゲーム。あいつ許せねえ、俺。あいつ許せねえわ、みんな。みんなランダムじゃん。これはみんなランダム選んでほしいな。すげえ。こんなことある。嘘、全員ランダム。まさかラスト1人。いや、これ誰もいない。みんなランダム選んでる、これ。奇跡じゃん。2人寄り添って歩いて、あれじゃんね、なんだっけ、歌詞忘れちゃった。でもすげえ。うわなんてこった。一人だけかわいそう。重圧すごそう、周りからの。これドーナツ部屋選ばれたら死ぬんだろうな。してほしいな、むしろ。まさかエンターテイナーだな。みんなランダム選んでるのか。あそこ的確に抜くのはすごいと思うわ。これラストレースにしよう。どんな結果でラストレースにしよう。でもドーナツ部屋なんだよな。あいつ6でもねステージ選んでくれたら、あのメタルマリオよ。よくもまあこんなステージを選んでくれまし上がりましたね、本当に。褒めて使わす。さあ行きましょう。さあ頑張っていきましょう。初手でも相手もひよこの右腕で大丈夫か。ひよこ押さないで。お前ら重いんだから。お前ら重力なんだか、さりげなく。お前らさりげな重力だってことをもっと覚えて帰ってくる。うっちゃいな。反応が早かったな、今。やけに俺今反応早かったな。だから反応早くいきましょう。反応早いこと大事よ、みんな。やっぱ反応早いこと大事だから。これちょっとスターがありますね。いや、まだサンダー来ないっしょ。まだサンダー来ないって見てるよ。サンダー来ないんで、これジャンピンからの、で、これダッシュからのスティックを二の章馬抜いて、からのこれ、
流星さあでこれどうしましょうか。スターがもうすぐ切れるな。多分これで切れるんで、いやアイテム取れなかったらちょっとやだね。アイテム取れなかったらちょっとやだんで、ちょっとこれカーブしておきました。さあこれでカラにカーブ OK。 さあモンスターがいますね。さあモンスターですか、あの人モンスターですね。さあこれでカーブしておきまして、さらにこれカーブからの、さあでこれですか、どうしましょうかね。これどうしたもんか。いやまだ1位になるような10巻ではないの。10巻10万字、危ねえ、マジ10万字、危なかった。さあこれどうしようか。あの人捨てたね、これ捨てたな、これ狙い、うわ語れ、あいつくそ、あいつ許さねえ、あいつオーマイポーク、オーマイポークでいきましょう。私オーマイポークでいきましょう。もう殺意のウルでいきます。殺意のウル、殺意のウル、これくらい OK。 さあこれカーブしておきまして、さらに私ここでカーブを決めちゃうよ。さらにここで、さらにここでカーブを決めちゃうよ私。さらにここでカービィ OK。 さらにこれでダッシュからの、さあこれでカービィ OK。 さらにカービィよ、さらにカービィよ、さらになんと青コーラを回避用に、ね、これを持っちゃってる、さらにこれを持っちゃってるんで、私これ逃げ切ります、逃げ切ります、逃げ切りたい、逃げ切りたい、落とし頃頼む、逃げ切らさせて、腐ってるよショートカットしなきゃよかったくそ、まあいいでしょ、2位でも、2位だからみんな許してほしい、2位だから許してほしいわ。いや考え間違ってたんじゃない、俺ゴリラだからゴリラ捨てたら追えなかった。まあというわけでみんな、今回の動画はこれで終わるわ。じゃあ次回の動画でみんなまた会いましょう。バイバイ。